橋本千尋は、日本の女子プロレスラー。仙台ガールズプロレスリング所属。身長157センチメートル、体重70キログラム。福井県堺市出身。安倍学院高等学校、日本大学法学部政治経済学科卒業。高山ニアでの橋本中学3年の夏に、仙台ガールズの入門テストを受験し、内定をもらったが、 当時の荒崎人生社長からは、中学卒業までの半年間、アマレスカ柔道をやりなさいと言われ福井、レスリングクラブでレスリングを始める。同じく入門テストを受けたのは、同い年の医師のユカリー中学卒業後、東京の安倍学院高校に、進学3年で、アジアジュニア選手権 67kg 級優勝、全日本選手権3位。 世界で戦いたいという気持ちが湧き上がり、日本大学に進学し、2年の時に世界学生選手権3位など実績を残したが、同じクラスに後に、リオデジャネイロオリンピック金メダリストとなる、土星ラがいたためオリンピックや世界選手権は果たせなかった。大学卒業後、里村名子代表の試合を観戦した後、プロレス入りの夢が再燃。元世界チャンピオンで、 日本レスリング協会協会委員も務める吉村、翔子の紹介で里村と会い、6月11日付で仙台ガールズに入門。ありがとうございます。